男性決勝へと移ります。上位5名の方はスタートラインで準備をお進めください。さあここでですね、ここで、はいはい、団体戦の決勝進出チームを発表したいと思います。はい、ちょっとびっくりですね。お、はい、では、はい、加地さん発表お願いします。はい、はい、13番横浜ベイホテル東急さん、はい、それで、次は横浜ベイシェラトンホテル&タワーズ A チーム、A チームが入りました。そして横浜ロイヤルパークホテルさんで、はい、横浜ロイヤルパークホテルさん、これは決勝以上の3チーム。これ実はですね、はい、毎年って言ったらおかしいですけどね、2015年、16年、17年と、いつも決勝この3チームです。はい、例年のいつもの並びにはなりながらも、はい、最後は、はい、これは分からないですよね。ちょっと楽しみですね。ということで団体戦出場される皆さんもそろそろご準備始めつつ、まずは、はい、男性個人総合でございます。はい、はい、では総合の決勝の男性の決勝の、出場されるメンバーを、ご紹介してまいります。ゼッケンナンバー19番佐藤拓也さん、はい、続いてゼッケンナンバー8番レッパンハウさん、このワイド MD ですよ。このワイドさんは、はい、笹本さんね、はい、3連覇してましたから、ね、はい、ここでということでしょう。続いてゼッケンナンバー30番剣持正明さん、ローズホテルナンバーです。はい、そしてそのお隣も当然思いがあるゼッケンナンバー26番里村正人さん、同じくローズホテルでございます。そして最後はこの方も思うがいろいろあるんではないでしょうか、ゼッケンナンバー1番古川修樹さんです。はい、ね、以上の5名で、ね、決勝で、はい、これが決勝となりますね。はい、ご準備の方はよろしいでしょうか。それでは、はい、男子総合決勝お願いいたします。よーい、さあスタートしました。これは男の子、はい、早いけど、あと頑張って、まだまだ頑張る、ローズホテル頑張ってほしいですよね。ローズホテル頑張ってほしい、応援も熱い。最後までわからないですよ。ああ、結構曲がってます。はい、ああ、結構曲がってます。いや、もうそれは男と男の意地とプライドの戦いでございますから、ブルクは走ってやれませんよ。まあ、あれ、誰だ？お、少しと順位が変わってますか？まさか、赤いハチマキが見えてますけど、はい、赤いハチマキが見えてますけど、焦らず、焦らず、もうここからが一番ね、もう早い。慎重に、はい、慎重に赤い鉢巻といえば気をつけて、ね、気をつけて、ね、はい、おっと優勝のなんと佐藤村さん、そして古川さんも後して落ち着いて、おっと、ね、古川さんだ、はい、に古川さん、ねさん、そして19番、はい、ローズホテルがね、団体戦の雪辱をここで見事に、ね、個人戦で晴らしましたね。まさにでございます。もうね、はい、里村さんは予選から早かったの で、 そうですよ、ね、ちょっとこう体力温存というのもうまく上手にできたのかもしれませんしね、はい、素晴らしい戦いでした。お疲れ様でした。